滑らかな曲とかスラーナの後についてるスタッカートはもう漏れなくはっきりって言うから、はい、短くやらなくても別にいい、はい、で特にミファソラファドレマシララソで一つのフレーズなんですね、はい、ミファソラファドレマシララソって切っちゃったらなんかその、うん、そうですおかしいでしょ、はい、でこれねあの吹いてるとわかんないけど歌ったらほんまにわかんのよね。強調する。だから強調するとは、はい、自分で
吹くときにどういう風に吹くの。でだからそこなのです。だからそこが何も決まってないから、なんか聞いたやつをなんとなく真似して終わる。でだからそこはね、なんでその人がそういう風に演奏してるのかっていうところを気をつけて聞く、うんうん、はい、そうしないとあの他の曲に行かされないっていうのと、はい、今そこでも完全に音楽止まってんの、はい、それをやろうと思いすぎて、はい、教わった時に頭入らないんですよ、はい、だから考えてきてほしい。